松井裕樹を抑えにしたっていうのは、うん、交感神経とかでしょ、自律神経の、あれをさすごいなと思って、あれは基本ね、うんうん、10人10人のうちに1人しかいないの、その天才って言われてる。そのじゃあ天才は何かっていうと、副交感神経が高い人は10人に1人しかいないの。じゃあ副交感神経何って言ったら、リラックスしてる人が10人に1人、これ天才型なのね。だからピンチになればなるほどこの子は活躍しやすいわけ、うん、でじゃあ自律神経が一定するのが何がいいかっていうと、血流が良くなるわけ。交感神経っていうのはもうその興奮してる状態だから、うん、常に基本は10人中9人は興奮しちゃって、副交感神経のリラックスが下がってるから、うん、これが高いところで一定しないと血流が悪くなるわけ。順天堂の先生にキャンプも来てもらって、松井裕樹とか、まあ、全員測ったのね、うん、測れるの指こう3分ぐらい入れておくと、その自分のその今の体の調子、本当の調子とかストレス度とか全部出てくるの。それ実はできる限り測って、自分は元気ですって言っても、もうストレス度が高くなってパワーポイントっていうのが下がってれば練習をもう落としちゃうわけ。はいはい、それはそうやね。そう、うん、でめちゃくちゃ俺は疲れてんですよってやつ選手測ってみたの。そしたら全然元気なの、実は体の内体内だから、うんうん、今日こいつ特殊入れようみたいな、はいはいはい、っていう中に松井裕樹はとか島、うん、とか塩見は天才型の一人だったの。だから副交感神経優位でリラックスしてる子が緊張しないと血流が悪くなってるわけ、うん、だから追い込んだ場面に行った方がぐーっと興奮すると血流が良くなるって。なるほど。で、肘で触って選手いたの、足の速いのが、うん、左だったね、左の、はい、誰が試合前いつもってやってるわけ、うん、もう吐くものもなくて吐いてんの、うん、それはトイレから聞こえるのが楽天の風物詩だったわけ、うん、でもそのオープン戦中に機械を入れさせてもらって連盟にも許可を取って、うん、スパイ行為って思われるのも困るから、はい、心電図みたいなのを取れるのがあるのね。で調べたら打席行ったら副交感神経が上がる子だったの。不思議な子もいるわけ。だから試合出しときゃこの子は大丈夫っていう、試合出るまでだけ興奮してるの、試合出るとリラックスしちゃう、すごいね。それも数字で出てきちゃうから、じゃあ松井裕樹は先発やらすと、うん、副交感優位だから先発のが正直さ9回よりは楽でしょ、うん、まあまあまあ、5、6イニングなんとか3点いないみたいな、ゆったりした気持ちで入れるのは先発だから、これ1点取られちゃダメっていうのとはちょっと違うじゃない。だからその先発がのほんとしてるわけじゃないけど、緩い気持ちで生かすとこの子は血流悪いですよって言われて、じゃ先生のどこにしますって言ったら、いやもう今言ってるようにリラックスしない9回とか8回に生かしたらものすごい力を発揮します。じゃあ医学でそのいろんなことが証明されてたわけ、うんうん、ライオンズの時も、うん、休み明けってさすごいみんな調子悪かったり、うん、体は元気なんだけど負けるチームとか打てないチームとかって出てきちゃってるのね、うん、それなんですかってやっぱりそれはスポーツ医学の先生に聞いたら、もうベッドから出る前、布団から出る前にバッと横置いといて、この立ってこうその場でこう体を捻転さす、うん、で膝を曲げて捻転さすっていうと、休み前の試合やった時の体幹に非常に近くなんだって、うん、休み明けにそれやると、うん、それからグランドコイツがその頃それやりだしたら、西武休み明けにさ連戦連敗だったの、ところが連戦連勝だったの、火曜日にバンバン勝つようになったのとかっていうのを経験してたから。で実際俺の根底にあるのが、がんになったら神頼みしないじゃん、まず病院行くじゃん、うんうんうん、だから医学はそれだけの数をやってるから俺は信じてるのね、うん、でその先生が、順天堂先生が千本ノックには意味があるっていうわけ、うん、昔はもうその千本ノックなんていうのは当たり前だったと、うん、でも今やんなくなったじゃん、うん、でやっぱり999回まではこう力が入って取ってると。でもその最後の最後に千本目に例えば力が抜けた時に自分に身につくっていうのを医学で証明した先生がいるわけ、うん、でそういうのも全部自分らもやってきたから、うん、二軍監督の時も選手にやってきたのね。だからもう松井裕樹は絶対押さないでいけると思って、もうそれからファンから球団からの内部の人だってコーチから全員反対だから、松井の抑えなんか、ね、コントロール悪いわ、なんでできんだって言うけど、やっぱ案の定ハマったもの、あれ先生のおかげなの。いやそれ記事読んだ時、わそういう考えから持っていく抜擢するってあるんやと思って。そうだからイップスの人の治療方法っていうのも、うん、実はそのどこか解析されてないけど、うん、イップスの人はイップスがストレスが1個になるわけじゃない、うんうんうん、それしかないわけ、うん、もうこれが出たらもう終わっちゃうと思ってるけど、じゃあ自分をよく知りなさいっていうのと、じゃあ10個自分の苦手なことを書けなきゃ自分を知ってないっていうの、医学の中では。で10個出していくわけ、強いストレスのものから、だから嫌なもの、うんうん、出していくとこの1個が軽くなるわけ、はいはいはい、そうやって取っていって、いやだって一歩だけ大事じゃん俺悩んでるものっていうのも銀次なんかもやらしたので、そこには今度具体的にすると産業日記っていうのがあって、今日良かったこと1行でいいの、うん、俺今日バッティング頑張った、
悪かったこと、守備サボった、明日何やるか、よしどっちも頑張るっていう、何でもいいから日記つけておくとそれが財産になるって、これが1ミリの努力って言われてて、それをやっぱり楽天の時銀次でもやらしたし、他の若い選手でも産業日記つけなさいっていう、でそれを振り返ってくるとどんどんいい内容になってるわけ、みんなで昔悩んでた時に戻ると、もうやっぱり今日ダメだったこと、また今日早急ダメだった、明日何するかみたいな、良かったことアップ頑張ったみたいなさ、わけわかんない頑張ったになっちゃってるわけですよ、ね、で最後の頃にはもうそのイップスの話は銀次から消えてってるわけも、でそういうのを医学でやったんで、松井裕樹は俺自信持って消えると思ってた。去年もロッテは上に来るよって言ってたのは、その先生と球団が契約したの。おだ、戦力的には正直言って勝てる戦力じゃないよ、ソフトバンクとか西武とかに勝てない、楽天には勝てないんだけど、やっぱそれを取り入れてる井口の先見の目とか、でそれは連敗中っていうのの心得とかもあるわけ、その医学的にどうしたらいいか、サインはシンプルに数少なくとかっていうのを選手に伝えて、今日も厳しい試合だよって先に伝えてあげちゃう、気にしちゃダメだよ、厳しいんだよとか、だから3点でいいっていう湯船が基本だったら6回で3点なら十分じゃない、はいはい、でそれを言っといてあげ、もちろん言っとく、で初回に3点取られた、俺今日ダメだになるじゃない、違うじゃん、あといや全部で3点でいいんだから、早いか遅いかだよっていうのを現場中も言ってあげなさいっていう、だからそれが5点6点いくとチームがもうひっくり返せないからその時は変えるよっていうのを先伝えてもらうと、その副交感が上がると か、 だから医学だから俺はそこには勝てないと思って医学を頼ってる、そういう指針があるっていうのは、でその先生にも来てもらって、その個人的に講義をみんなでやるともう眠くなっちゃうじゃん、夜って副交感神経が上がってみんな寝に入ってるわけ、夜間練習とかやるもんじゃないって言われたの、怪我するだけだって、眠に入ってなんとか寝るように副交感上がって交感神経が下がってきて、なんとか寝ましょうって言ってんのにまた交感神経上げて副交感下げちゃったら、バランス崩れて怪我しかしないっていう、得るものはゼロって言われて俺は夜間練習やんなかったの。昔やればやるほどなんか上手くなるみたいなイメージで持ってたけど、そういう部分でもあの神経でね、そういうこと、怪我につながっていくっていうのはあるんやね。そう、意識が大事で、アウトローってここでしか投げないって決めて選球投げるのは怪我しないんだって、ただ選球投げなさいっていうのも怪我するらしいの。あと時間も決めてあげる、はいはい、ノックやるけど15分で終わるよとか、はい、200球で終わるよって言うと集中する、いいから受けろってやられたらもう何のためにもなんないとか、目的あって例えば投げてたらその日ってそんなしんどくないみたいね、ああそういうことなんやね。でもう一つあってたけど、その闇雲に練習さすのも大事、もう追い込んで、それは基礎代謝を上げる、基礎体力を上げるっていう、それは我々コーチ陣が分かってやんなきゃいけないとかっていうのがあるので、面白いです、勉強すると。でまたそれが変わっていくわけよ、医学も進歩していくから、はい、だから結局は昔は60兆個って言われたの、人間の細胞って、その細胞に60兆個の細胞にいかにいい血液が起こるかっていうのはもう健康の第一って言われてて、はい、それが今30兆個っていう先生もいるわけだ、そういう先生だったの話を聞くのまた面白いわけ、だから例えば山田哲人なんかさ、あんなちっちゃい子がさ、バッティング練習でホームラン打たないやつがライトの中段に入れるわけじゃない、あれが科学だっていうわけ、なんであの子があそこ飛ばすんだっていうのを研究していく、だから研究っていうか毎日ノートにつけて何食った何の練習したっていうと、そういう選手も作りやすくなるっていう、でこれを究極にやってるのがアメリカで、もう遺伝子同士を組み合わせちゃうから、だから例えばカール・ルプキン・ジュニアとか言ったら、はい、そのジュニアとはそのアメリカでもその外国 の、 そのオリンピック選手と結婚させちゃうとか、そこでは勝てないらしいよ、もう DNA がすごいもの同士で掛け合っちゃったら、もう聞いてるだけですごいもんね。そう、ああそうなんや、でもその今のお話もそうやし、食べ物からっていうのもすごい、ね、もちろんもちろん、まさかそんなとこまで考えてはる人がいるなんてそれが先生たちのさ聞くと本当楽しい、だから自分でももう講演があると昔よく聞きに行ったので、その講演先生の聞いて、俺なんかとりあえず顔は分かってくれることが多いから、先生ちょっといいですか、あテープさんですか、そうなんです、ちょっとまた先生の大学行っていいですかとかっつって交流させてもらうの、はあ、それまでと多分見方変わったやろうから、その先生と、たくさん話してるうちにね、で選手の見え方ってやっぱ変わってくる、もちろん変わる、そのことによって例えば頻繁に出るようになった選手、逆もいたやろうけども、 そこに行くには今度は、その子の育ちまで追っかけていかないと、触れ合い方が分かんないわけ、怒られて育ったのか、はいはい、褒められて育ったのか、はい、何が心地いいかをルーツを知っとかないと、そのアプローチできへんの、できない、だから俺はスカウトに全部調べてきてもらうの、その高校の時の、また小学校の時の何のチーム入って、その監督が怖かった、親は知ってんだから、スカウトだと親とも付き合いあるわけでしょ、そういうルーツを全部、俺まだね、東京のメモに残ってる、その生い立ち、この子は母子家庭で育って、例えば塩見なんかはもう食事がほとんど取れてなかった、だから怪我をしやすい体に先生と話すとなるから、なるべくこういうのを取りなさいっていうのを
こう説明しとくとか、スタアプローチしやすいよね。あ、もう全然そんなことを考えたことがない。怒られてたってことはまず怒られると思ってるから、まず拒絶してるから、そういう時は服着るものも学校の先生みたいな紺とか白とか着てってあげるわけ。あ、色でもあるよね、衣装の勉強もあるの。赤なんか着てったらもう拒絶してんの、もその時点で。だから悩んでる選手とご飯行く時は白か新白のポロシャツか、この紺のポロシャツに着ていくようにしてたり、うん、すごいな、 めちゃくちゃ質問してよかったわ、いろんなことを。そうですか、もうただ単に数値がこうやったからだけで決めたんかなと思った、うん、そんなとこじゃないね。そうなんです、そういうもんを読みたいなっていうふうには。そうです、だからその、うん、まず小林先生の本で言うと、なぜこれは健康にいいのかっていう本を順天堂の小林先生の買うと、まずその取っかかり分かる、自律神経の。もう1000ぐらいでね、すごい情報が入って、だから今度どこでコーチやるにしろ必ず生きてくる。今話聞いてるだけでも、うん、読みたいし、そうそう、知りたいなと思ったもん。あと筑波大の白木先生っていう人が、うん、日本で何個かしか持ってないそのパーソナルの資格を持ってる先生で、うん、その先生にその例えば運動の力学とかそういうのは全部聞いたりとか、そういう先生を持ってると、ね、あの指導の時楽。感覚じゃないもんね。そうそうそう、だけど投げるのって感覚じゃない。まあ そうなんやけど、そうそうそう、この感覚を実は理論的には5センチいて7センチ出した方がいいのかも分かんないけど、その感覚を覚えるのに何球必要だよとか、ゴルフってプラトって時間があって、こう低迷してコーン100切らない切らない切らないの85とかなるので、野球は必ずこう伸びてってんだって、こう徐々に徐々に、だこの角度を上げてあげるのがコーチングって言われてて、だからそれがそういうのを勉強しないとかわいそうじゃない、こうせっかくだって100球で覚えちゃう子にさ、1万回やって覚える子じゃ将来追いつかないもんね。だからそのいかにそれが200回とか500回でっていうにして伸ばしてあげるかっていうと、意識してるバッティング振らすと効果は5倍って言われてんの。で100回でも500回振ったことになるっていう、だから意識して100回やってみようとか、でも伸びてくる、みんなそう伸びてんの見てたらめっちゃ楽しいもんね。楽しいもん、だからすげえと思う。だからもう帰っても戻りたくない、もう疲れる、その子たちの心配をずっとしてたら。トイレ行くにも今も癖で電話持ってくじゃない、コーチやるとさ、何時に実は熱出しちゃったんだとか、門限破って見つかったのか例えばいて、明日抹消するって監督が言ってるだとか、いやもう疲れる。もうへいへいぼんぼんと痛い。いや今休憩の時間や、休憩じゃない、ごめん、いやいや言い方がおかしい、ね、湯船とかみたいな、そういう誠実な人がやった方がいい、首脳陣は。もうテレビやってないでも早くグラウンド戻って、いやいやいや、そんだけね、ガーンと行けるのはすごい。でもほんまに、うん、あの松井裕樹の話は聞けてよかった。いや、もうこれだけは絶対聞いて帰ろうと思ってたから、こちらこそありがとうございました。ありがとう、また頼むよ、ぜひ。あ、これからも長い付き合いを。あ、よろしくお願いします。ありがとうございました。